旧統一協会世界平和統一家庭連合は、被害を訴える元信者らへの保障の原資として、最大100億円を国に協託する方向で政府に提案する方針を固めたことが分かりました。教団の解散命令をめぐっては、命令の確定前に財産を海外に移転させる恐れがあるとして、国会で財産保全について議論が進められています。 教団は政府に対し最大100億円の供託を提案することでこうした動きを牽制する狙いがあるとみられます。明日教団の田中会長が記者会見し方針を表明する見通しです。松野官房長官は教団への論評を避けつつ供託が認められるか否かは事実に即して法令にのっとって判断されると述べました。